はい、はい、おはようございます。おはようございます。6月の、はい、6月の、17か土曜日です。はい、晴れたね。うん、うん、昨日からこんな感じか。昨日と違って風がないのでさらに暑い。なるほど。うん、はい、はい、今日は33度まで上がるらしいので、熱中症に気をつけていきましょう。いきましょう。夏ですね。もう夏だよね。でこのままさ、梅雨がどっか行ってくれたらさ、まあそれはそれでいいんだけどさ。いやー、ちょっと早いよ。あ、こっから2ヶ月ぐらいこの、まあ、夏日、猛暑日がかな。30度以上の日が。もう梅雨明けでいいよ。あ、でも来週はね、うん、土曜日までは天気は持ちらしいで。あ、じゃあいいですね。梅雨の合間の晴れなんかな。うん、よかったよかった。うんうん、今日もお客さん来るかな。来るんじゃないかな。はい、今日は土曜日でめっちゃ晴れてるので、お客さんもきっといっぱい来てくれますよ。さあ、やった。暑いのは嫌だよ、本当に。何？え？何？何で来ないで、蜂。お、いいよ、よいしょ。今取ろうとしたのにな。何を閉めるとこ？違う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 。虫。お。すごい、なんかやってる。制作中。おはようございます。おはようございます。お願いします。そうすると俺らも材料買って作んないと。そうだね、今日は時間はちょっとある気がする。うん、お、卵ありがたい。はい、おはようございます。おはようございます。いいよ。はい、これはこっちか。新ぶり。新ぶりは新ぶりだもん。うん、いいよ。こないだあのほら雑誌の取材が来たでしょ。あ、うん、パチンコのちゃんとダチョウの助踊ってくれたんですよ。いいね、サービスが。ツアーの時踊らなかったのに。ん？あの、チョコ旅の時は踊ってくれなかった。なんだろうね。なんだろう。いいよ。人を選んで。いいよ。人を選んだの。どうかな。お客さんを選ぶんだ。チョコ旅はちょっといっぱい過ぎたのかもしれない。確かに。誰に向けて踊ったらいいか分かんなかった。じゃあ。みんなが一ところにいなかったんだろうね。へえ。多分多分。ん？ああ。みんながペンタゴンとかさ、いろいろ散らばってたらさ、うんうん。分かんなくない？まあね。そっか、三人で、もっと4人くらいだったらいいのかも。です。うん、ないね、卵。ないですね。だんだん雑草が茂ってきました。嫌です。雑草。雑草が茂ってくるということは、うん、重機を入れて草刈りをしなきゃいけないということ。ああ、
ね、買ってもすぐに伸びてきてしまうけれど、ね、やらないとジャングルになっちゃいます。みんな暑いのか、口開けっぱなしだぞ。暑そう、暑い暑い。お、裏切りのショーン。ショーンがこの間カーってやってきて悲しいね。あ、みんなカーってやってくるね。え、あんなに慣れていたのに悲しいですね。あー、そしてここがまた草に何の意味もね、やったのに。除草剤撒いたの？撒いてないでしょう。撒くか、悲しいね。どう、まあいいや、また草刈りしてスイーツもらおう。あ、うん、こっちもいいんじゃないですか。うん、今日はたくさん動画が撮れる。そうだね。なんかさ、俺思うんだ、エミも背の高い雑草は、うん、避けてるんだよ。背の高いダチョウ？雑草、雑草。雑草、あー、うん、避けてて、またあのロの字でくるくる回ってる歩く場所決まってるみたいに。お、卵は情け。うん、なんでここはいつもこんなにドロドロしてるんだ。うん、ずっと整備をできていないからですね。でもサンパドックの方にやって。整備ってどうすんの？この糞がドロドロになるんだよね、うんうん、こいつをショベルでガーって取って運び出して上から砂利を入れる。なるほど。そうすればもっと水はけが良くなる。そうそう、土地区スタジアムもさ、うん、あの整備したいって言ってた。あ、そう、秋口にあの朝霞の人たちに。でもあれか、10月までは早、うん、超早起きしなくて済むんだ。そうですね、もう終わったからね、今期の、うん、もうよかったよかった。夏の土地区は終わった。あれはもうマジで体内時計と体力が狂う。うん、お疲れ様でした。あと引くんだよな最近。朝きつい？いや、あの、あと引くのよ。あと引く、ダメージが。あ、肌でさえ暑くてね、疲れるし。そうそう、山田さんみたいにすぐは来ないけど、うん、あとが、あとね。お、こっちでこっちにいるのか。はいはい、ということで朝の見回りでした。はい。